みさきみさです。今日の動画はゲーム部屋をより便利にスマートホーム化してみた。今日はですね、スマートホームの動画なんですけど、スマートホームって皆さん知ってますか？まあ、分かりやすく説明すると、部屋の中に入ると自動で電気がつく、部屋から出ると自動で電気が消える、そして音声でエアコンをつけたり、決まった時間にカーテンが自動で開いたり、家電や設備っていうのをネットに接続することによって全体を一括で管理することができるっていうのがスマートホーム化って言います。今回私も初めてスマートホーム化に挑戦したんですけど、まあ、やってみて良かったところだったり、スマートホーム化すればねどういうことができるのかっていうところを紹介するのと合わせて、ちょっと失敗した点だったり、初心者の人ここがわからないよねっていうところをねちょっと説明していきたいと思います。今回スマートホームで使用したのはアカラの製品。このメーカーは今 Amazon ブラックフライデーでどれも安くなっているので、なるべく費用を抑えてスマートホーム化させたいっていう人は今がチャンスです。製品の組み合わせによって使い方が無限大になるっていうのもスマートホームの面白いところなので、今日は何パターンかその組み合わせっていうのもお見せしたいと思います。今回はこの中から超優秀なスマートカメラ G3 ハブ、そしてコンパクトな人感センサー FP1E、 そしてスマートリモコンスマートキューブ T1 プロに加え、以前の Amazon セールでも紹介したドアベルとプラスアルファで別メーカーの指ロボット、そして Amazon で売っているアレクサっていうのを用意しました。まず取り付け方っていうのはどれも簡単でした。カメラハブは付属の AC アダプターに接続して部屋の真ん中の方に設置します。360度回転してくれるカメラなので、どこに置いても活躍してくれます。そして手のひらサイズの人感センサーはデスクに置いたり壁にくっつけることができて、設置方法は2種類あって、ネジで締めることもできるし、両面シールっていうのもついているので賃貸でも使用可能です。取り付けた後は角度を変えることもできるし、少し前に出すこともできます。 AI による空間認識機能もあって、センサーもミリレーダーで認識するようになっているので、人が大きく動かなくても、例えばゲームをしてたりだとか、マウスを動かしてる手だけでも認識してくれるので、長時間ゲームをやっていてこう認識されずに電気が勝手に消えてしまうっていうこともないみたいです。でスマートホームの設置ができたら、アカラの専用アプリに全てのデバイスっていうのを設定していきます。設定方法はとても簡単で、アプリにね接続してデバイスを追加からアプリの指示に従ってやっていくだけで、もう簡単に接続できます。アカラの専用アプリに接続するのはとても簡単なんですけど、ここで初心者の方にね知っておいてほしい知識っていうのがあって、私も最初すごい戸惑ったところなんですけど、アカラの専用アプリで使えるスマートホームっていうのはアカラの製品だけなんですよ。でもスマートホームのいいところって言えば、アカラの製品だけではなく他のメーカーの製品も合わせて一緒に自動化できるっていうところがいいところで、組み合わせて使おうとすると、アップルホームだったり Google ホームに接続する必要性があります。ここが注意ポイントなんですけど、そのアップルホームだったり Google ホームに接続するためにはハブっていうものが必要になります。このハブよく聞きませんか？私も最初初心者の目線でね、スマートホームの製品を見てて、ハブってなんなんって思ってたんですよ。これ必要なんて、他の製品単体では使われへんのって思ってたんですけど、このハブっていうのは Google ホームだったり、そのAlexa で使用しようとしたり Apple ホームで使用しようと思った場合に必要になるものだったんですね。これを私みたいに知らない人結構多いと思うんですよ。なのでハブを必ず買う必要性があるんですけど、そのハブ他のメーカーになると四角いだけじゃんだったり、湿度温度とかが表示されてる文字盤みたいなハブが多いんですけど、アカラの製品のいいところっていうのは、さっきのスマートカメラの G3 ハブになんとハブ機能が搭載されてるっていうところなんです。普通だったらハブとカメラ2つの製品を買う必要性があるんですけど、カメラにハブの機能が搭載されているのでハブを買う必要性っていうのがありません。なのでカメラに人感センサーなどをここに接続するだけで Apple ホームそして Google ホームで使用できるようになります。なのでアカラの製品はね、他のメーカーのやつも実際使ってる
るんですけど、一番なんか接続しやすかったです。このアカラの製品は専用アプリ以外に Apple ホーム、Google ホーム、Alexa、Samsung スマートシンガなど幅広いアプリとの互換性っていうのがあるので、このアプリだったら使えないじゃんっていうのがなかったです。今回もあったんですけど、他のメーカーで Apple ホームでちょっと使いたいなって思って、あるメーカーのハブを買ったんですけど、そのハブが同じ名前の製品でも Apple ホーム対応のものと対応じゃないものを2種類売ってたんですね。でそれを買い間違えてしまって、でもその1つがね5000円ぐらいするし、もったいないなって、なんでこんなややこしいんやろうってね、失敗したりもしたんで、なんかそのあたりも含めアカラの製品っていうのはいろんなところに対応してるっていうところで、まあ、失敗しにくいメーカーでもあるのかなっていう風に感じました。ここからは基本的な使い方、どんな感じで使用するのかっていうのをお見せしたいと思います。まずは簡単な電気の自動化です。ヒビロボットを電気のボタンの方に設置することによって、普通だったらアレクサ編集部屋の電気消して、はいって言えば消えるみたいな感じで、音声操作でねこう操作をするっていう人結構多いかと思うんですけど、この人感センサー FP1E を使用することによって、この部屋にいるときは電気をつけてくれて、部屋から出ていくと自動で消えるっていう設定が可能になります。それでは部屋からいなくなりたいと思います。こうやって部屋からいなくなると、はい、こんな感じ。消えるまで2分ぐらい経ったけど、着く時はめっちゃ早い。さらにモニター裏に貼っているナノリーフとも連携することができて、人感センサーで人がいる時はこのモニターのライトがつくんですけど、もしもこのデスクの前から人がいなくなった場合、ナノリーフの照明を自動で消してくれる。そして人感センサーがですね、また人を検知するとこんな感じでついてくれます。あとは人感センサーをこの窓の前にね置いてあげることによって、洗濯物で両手が塞がっている状態でも自動でカーテンを開けてくれるっていうこともできます。続いてスマートカメラ G3 ハブは顔の認識機能っていうのが搭載されています。人物の追加方法はデバイスの設定画面から簡単に追加することができます。この顔登録をする何がいいかっていうと、このスマートカメラ G3 ハブっていうのは人物を追跡してくれる機能が搭載されているので、その際に登録している顔の人物じゃなければ不審者としてスマホに通知を送ってくれたり、あとは自動化の設定をするとその不審者が現れると自動で録画を開始するっていう設定も可能なので、家の中での防犯性っていうのも高められます。最近よくニュースとかで見るのが強盗ですよね。普通の家でも強盗が入ってきてしまうっていうね事件が最近多いなっていうふうに思うんですけど、そういったのも録画してくれるので犯人の特定につながるし、その録画のデータっていうのはこのカメラ本体に保存されるのではなくて、アプリのクラウド上にね保存されるものなので、例えば犯人を録画してその犯人がカメラに気づいてカメラをぶち壊したとしても、クラウド上に証拠が残ってるっていうところもちょっと安心だし、一人暮らしの方だったり女性の方は特に家の中に不審者がいるって通知が来たらね、家に帰らずに済むんで自分を守れるっていうところも安心できるポイントかなって思います。これだけじゃなくて、ペットを認識して追いかけて撮影してくれるっていう機能も搭載されているので、単純に外出時にペットの様子を見守るカメラとしても使用できます。このあたりもスマートホームならでは、家に人物がいるときはそのペットの追跡ではなくて自動でカメラをオフにする、で人感センサーで人がいないと検知したらカメラをオンにしてペット追跡機能もオンにする、そして知らない人がやってきた場合、知らぬ顔が検知された場合は自動で録画を開始するっていう感じで自動化できるんで、普通のペットカメラ、普通の防犯カメラよりもさらに高機能なカメラっていうのがスマートカメラになります。このカメラハブ機能、そしてカメラの機能だけではないんです。その他にもあってちょっと長くなっちゃうんですけど、まだ魅力的なところがあるんですよ。それが赤外線リモコンの機能、そしてジェスチャー機能っていうのがあります。赤外線リモコンっていうのは、例えばエアコンの操作、どのメーカーのエアコンなのかとかを設定して操作していくんですけど、このジェスチャー機能っていうもう一つの機能っていうのがすごくて、ジェスチャーがピース、
パーで L で4、5もあったかなっていう感じで、何種類かジェスチャーがあるんですけど、実際にちょっとねやってみたいと思います。まずはこの形ですね。これをすると今エアコンがつきました。もう一回やってみる。すごくない？これ何も操作してないのにこうやってやるだけでエアコンがついてくれます。カメラも人物をね追尾してくれるので、こう常にこっち側を向いているんですよね。なのでカメラに向かってこうやってやるだけで操作してくれるっていうのはとても快適です。あとはなんかテレビをつけたりチャンネルを変えるだったり、料理を作ってる時とかもね、テレビのリモコンをわざわざ触らなくてもジェスチャーだけでチャンネルを変えたりつけたり消したりすることができます。であとはパーってするとカーテンが上がってくれます。そして続いてピースってするとカーテンが閉まってくれます。なんか私よく動画とかでパーとかねよくすると思うんですけど、反応良すぎてたまに反応してしまうっていうことがあるので、だいたいそのこういうのとか4本指とかこういうのとか OK とかをねなるべく設定してあげた方が誤動作があまりないのかなと思います。続いてはドアベルですね。もうめちゃくちゃ優秀です。このドアベルとスマホを連携させることでスマホから応対することができるので、ゲーム部屋のデスクに座りながら応対することができます。カスタム音声も流すことができるので、わざわざねゲーム中に出れないよっていう時はねドアの前に置いといてくださいとか、そういった定型文を流すこともできます。このデスクの前だけじゃなく、トイレにいる時でも出れるし、お風呂に入ってる時も出れるし、どこでも出れるので、もうめちゃくちゃ本当に便利なんですよ。でなおかつセキュリティ面っていうのもとってもしっかりしてます。家の前でうろうろしている不審者がいたりするとスマホに通知をしてくれたり警報を鳴らしてくれたり、ドアベルを無理やり外そうとする人がいると警報を鳴らしてくれたり、7日間はクラウド上に保存することができるので、まあ、そのあたりもし変な人が来た時に安心です。ドアベルっていうのは、まあ、普通のインターホンではなく、その他の機能っていうのもすごくて、顔認識機能っていうのが搭載しています。この顔認識機能とスマートドアベルっていう別のね製品と連携して使うことによって、例えば家族がピンポーンって押してそのドアベルが顔を認識して自動で鍵を開けてくれるっていうことができます。なので鍵を持たせる必要性っていうのがありません。で最近私の実体験なんですけど、実家のおばあちゃんがね介護が必要になってデイサービスとかね頼むようになったんですよ。でその時にその訪問してくれる介護士さんに鍵を預けるのってすごい怖くないですか？これもねちょっと調べたらいろんな事件が出てくるんですよね。なんか強盗だったり、こっそり家の中のもの盗んでたとかさ、そういったねちょっと物騒なことが結構出てきて、それちょっと鍵を預けるのは怖いんじゃないっていう話になって、その時にあ、このドアベルめっちゃいいじゃんってなったんですよ。それとスマートロックの製品を掛け合わせたら、介護士さんを顔認証して自動でドア開けてくれるっていう風にしたら、さっき紹介したスマートカメラとか置いておけば誰が入ってきてどういう動きをしたのか、何もしてないかなっていう確認もカメラでできるんで、鍵を渡すよりめっちゃいいじゃん。鍵交換ってなったら10万ぐらい、まあ、かか何万ってかかるじゃないですか。でいつ入ってこられてるかも分からへんし、鍵渡すよりいいじゃんっていう話に、まあ、最近なったんですね。なので本当使い方いろいろあって、前回の動画見てないっていう人はぜひ概要欄から見てみてください。そして続いては複数のデバイスを一括管理してくれるスマートキューブ T1 プロ。これをデスクに置くと声で操作したり、スマホで操作することなくこれ一つで操作することができます。このキューブではアクションモードとシーンモードの2パターンの使い方っていうのが設定できます。まずシーンモードなんですが、このサイコロっていうのが6つの面があるんですけど、この面にシーンをね6つ設定することができます。このシーンっていうのは、例えば朝のモード、ロボット掃除機をオンにして、コーヒーメーカーのスイッチをオンにして、テレビもオンにしてだったり、朝押すものを例えば1のシーンにね設定しておくと、上の面に1を向けると自動で朝のシーンに切り替わるっていう設定ができます。で今ちょっと変わっちゃったんだけど、今ねこっちの部屋が消えてて、あっちの部屋も消えてると思うんですけど、例えばシーン2にキューブを置くとこんな感じで両方電気がつきました。で逆にシーン2にすると
こっちも消えてこっちも消える、全消灯になりますっていう感じで、一括で一気にこのキューブであれば操作することができます。例えば誰かとボイチをつなげながらゲームをしている時に、いちいちねアレクサ何々してって命令とか喋れないじゃないですか。操作ができないのでキューブで何も発さずにもう一気に操作できるっていうのがめっちゃ便利で、例えばゲーミングモードとかも設定しておくとこんな感じで照明が消えてこのナノリーフの照明がつくっていう感じで、デスクがね一気にゲーミングモードに変わりました。このキューブをまた置くとナノリーフの電源は消えて部屋の電気だけがつきます。こんな感じで今回はアカラのスマートホームを紹介しました。いかがでしたでしょうか。スマートホーム化を本格的にしようとすると結構予算だったりかかってしまうんですけど、今回ね Amazon ブラックフライデーで最大 30% オフとアカラの製品が安くなっているので、こういったブラックフライデーのように安い時にねぜひ買っていただきたいと思います。概要欄のリンクからチェックしてみてください。ということで以上、みさきみさでした。じゃのー。